セット完了。邪魔者はコッパみじん。さあ行こう。緊急事態発生、緊急事態発生。こちらはジンダカンパニー機対策本部です。一番魔航路が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり火災が発生しています。一番街および街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり、瓦礫やガラスが落下する危険があります。8番街に予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何を。ああその通り、俺たちはこの先も、もっともっと魔航路をぶっ壊す。星の命を救うためにな。だよな、覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は、星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ、星だけじゃねえ。お前らの悲鳴が聞こえるぜ。上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺に追ってくせろ。うん。でリーダーどうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。発番外ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車に集合。じゃあ後で。おい、約束の金は。アジトに帰るまで作戦だ。トントン、これソルジャーならわかるよね。回復マテリア当然だ。あげる。助けてもらったお礼。仕事のうちだ。礼はいらない。いいからいいから。おかげで今私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちがいけ。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。ちゃんと使ってね。それからこっちは心理君の度胸をたたえてスリル満点のご褒美。じゃ貨物車で。なお、次に行くと見たくなら、ただし、
上、上降りて、そっちじゃなくて右。ダメだ、向こうも混乱している。ここ崩れやすいから気をつけて。担架を登るのはそこの階段からね。もう瓦礫は落ちてこないか。そうじゃない、自力での歩行困難。担架を頼む、あまり待てる、病院に連れて行きます。もう少し頑張って。駅は無事か。言えない。あんたは死んだ。ほう。俺がこの手で。もちろん覚えているとも。我々の大切な思い出だからな。さてグラウン、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が来てしまうのだ、クラウド。母さん、星が死ねば、この艶やかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。
息子だけは助けてくれ。泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は私の死よりも耐え難い。なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけるな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔鋼に近づきすぎたな。さあ、行くぞ。そこの路地を抜けた先の建物の屋上を通り抜ければいいわ。簡単に言うなよ。駅で家族が、こっちは無理だな。犯人はどういうつもりなの。およびその高架下からの退避命令が発令されました。速やかに高速道路から離れてください。また魔鋼炉の爆発に伴う大きな揺れの影響で火災が発生しています。室内は危険です。建物の外に避難してください。繰り返します。こちらは神田カンパニー被災者本部です。8番街の高速道路およびその高架下からの退避命令が発令されました。速やかに高速道路から離れてください。また魔鋼炉の爆発に伴う大きな予想以上か。不審者を見逃すな。こっちも手配済みか。よし、軍が来たぞ。フレシデントから近くにいるはずだ。ここで騒ぐといろいろ面倒だ。お前には誰も守れない。自分さえもな。大丈夫？大丈夫？
丈夫？ああ。お花、どうぞ。お、花？うん。お礼、追い払って助けてくれた。何の話だ？じゃあ、出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。いくらだ？値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。え？花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん、脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。魔航路が爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。助けて！地面に置け。ゆっくり。こちら、発売外警備4班。
王国の男を発見。増援求む。繰り返し。こちらの方が消えろ。狙う。じゃあ。どうってことなの。Thank you.
正面突破は難しいが、他の道は建物は伝っていくか。探せ！絶対に逃がすな！受け取れ。守り抜く。
はこちらで捕捉ぶりだ。父さんぞ、おとなしく投降しろ。集中していく。ここで仕掛ける。やっぱ。触れてやる。一気に叩き込む。仕上げだ。やっ。隙をつく。どうってことない。
クラウドさん来なかったっすね。そんな顔するな。あいつはきっと無事さ。あの身のこなし見ただろ。そうやってのはやっぱりただもんじゃない。うん、本気で誘わない？したじゃねえか。え、あ、何してやがったんだ。あ、治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕な、頼りになるだろ。待て、一つ聞きたいことがある。あ、見えない敵を見たことはあるか。あ、ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。神羅の新兵器？ビビって幻覚でも見たのだろう。もういい、聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。混んでるっすね。貨物車なのに。避難命令のせいか。運が回ってきたな。発売外ステーション発。到着までに戦闘車両に。7番台駅。この列車は一番マコール爆破により避難用特別ダイヤで運行しております。車内混み合いまして。ご迷惑をおかけします。当然だろう。クラウドさん、俺罪の告白なら他でやってくる。うわ、厳しいっすね。スリに気をつけないと。ちょっと聞いていいか。あんた、ああいう状況には慣れてるのか。さっきの駅前とか八番街とか。ソルジャーだからな。俺は足が震えてる。やばい。そのうち慣れる。だといいけどな。いや、いいのかな。犯人はどうなったのかしら。クラウド、SOS。ドキドキが止まらないの。やっぱり八番街の被害が大きすぎる。わけがわからない。帰化した魔鋼が誘爆を起こした。そう言ってなかったか。最初はそう思ったけど。マコーロはそんなこと想定内じゃない、うん、見えない敵がいるって言ってたよね。ああ、うん、ダメ。他を疑うより先に自分のミスを検証しなくちゃ。そう、そうしないと進歩しないもの。クラウド、聞いてくれてありがとう。マコーロを爆破するなんて迷惑な連中ですね。公表されていないが、犯人は十中八九アバランチだ。昔からうちのプレジデントをつけ狙ってた連中ですね。神羅にたかるつもりか。おい、適当なことを言うな。アバランチの目的は星を救うだろ。何なんだ君は。星を思う善良な市民。はあ、どこが善良。殴られるぞ。あの爆発は悪党への警告に決まってるじゃねえか。星の命を搾取する悪党へのよ。悪党の名前は
てめえらはよく知ってるよな。私らは暴力なんかに屈しない。何があっても変わらない日常を送ってやる。これが新列車員の戦い方だ。意義なし。これぞ死んだ魂。ケン、いっぱいいっぱいじゃねえか。悪いか。いつだって精いっぱい生きてる。行きましょう。死んだ魂だ。俺は間違っちゃいねえ。くだらねえ。何が死んだ魂だ。ちょっと話そう。新しい仲間にはこれを使って説明するんだ。知ってることばかりだろうけど、儀式だと思って聞いて。何度も言ったはずだ。俺は否定ばかりじゃいい男が台無し。ほら見て、魔鋼都市ミッドガルのフレームモデル。地上300メートルに持ち上げられたプレートと呼ばれる鋼鉄の大地。その上に整備されたピカピカの都市。魔鋼炉で作る電力が住民たちを無敵の消費モンスターに変えてしまった。間もなく ID スキャニングエリアを通過します。これは列車の運行ルート。メインピラーの周囲を螺旋状に線路が走っていて、ほら今はちょうど中間地点。 ID スキャニングエリアはここにあって、情報チェックするわけ。生年月日、居住許可区分、賞罰。私たちのことを何でも知ってるデータベースで紹介して、主に治安維持に役立てる。ほら来た。ID は偽造だから安心して。腕によりをかけたんだから。地上まであと少し。ほっとしない？見ろよ。あの腐ったピザのせいで下の人間がどんなに苦しんでることか。神羅がどんどん幕を組み上げちまうから、土地は枯れ、空気はよどみ、花も咲かねえ。嫌なら町を出ればいい。ああ俺はそうやって生きてきた。けっ、自分は強いって自覚があるなら、もうちっと他人の弱さに寄り添ってみねえか。みんなこの列車と同じ。しかたレールには逆らえないんだ。星を救う、でっかい初めの一歩だ。うん、お前らピーキャラ喋るんじゃねえ。捕まるぞ。クロペ。うん、次の作戦まで自由行動。最高にうまいもんでも食っとけ。うん。アジトでな、忘れたか、店の名はセブンスヘブン。ティワに顔を見せて安心させてやれ。
どっかで休んでいこう。本日の列車の運行は終了しました。カンバーガー用意。これは一本だ。金のことはなく、人のために店を開ける。臨時列車の運行は終了しています。ねえ、どっかで休んでいこう。あの人、スラムのよ。テレビで。お腹すいた。ここ警備する必要は。不吉なこと。職場は無事か。ねえ、どっかで休んで。本日の列車の運行は終了しました。駅前屋台で食べるの久々。揚げたてマルケのフライと揚げたてマルケ、どっちもですね。両方とも味付け済みの加工された食材よ。違いなんてないわ。駅前屋台このバーガー用意。俺は一発。兄ちゃんは広場にいるよ。すごかったんだぞ。シンラは バランチってのプレートとスラムで差があるのはマクオールのせいなんだ。これで俺らの生活も変わるぜ。シンラは一度痛い目にあった方が俺ら。爆破の犯人を探して町中にウロウロいてさ。マコーロ八番街、瓦礫で道が塞がっちまってよ。魔鋼は星を巡る地って言われてもな、剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。見ろよ、あの美しい鉄骨。たまんねえな。おい、あんた、どうした？魔鋼中毒かよ。すまみれ、粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待ってろ、シャワー。俺はとにかくご飯ご飯。危険、ゲート不具合によりモンスター、この先に用はない。もっとこの先はモンスターがいたってんだ。あの現在緊急事態につき、こちらは通行禁止になっています。すみません。もっと堂々とせんか。様になってきた。修理の腕上がったな。いつか店を持って故郷の料理を。マリー、
ただいまーおかえり。あー、いい子にしてたか。うん、ティファと遊んでた。おお、そうか、よし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 。お疲れ様。うん。それ、どうしたの。ああ、本物でしょ。珍しいね。意外だな、クラウドこんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え、バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリ、父ちゃん今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消してねんねんしような。報酬の話はティファとしてくれ。会計担当だからよ。ああ。てめえ！バレット！マリンに何しやがった！知らない人とは喋っちゃダメって。え？偉いぞマリン。父ちゃんとの約束忘れなかったな。偉い、偉いぞ。じゃあお休みの時間も守らないとな。父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる。いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。ああ、お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。だよね、ごめんね、巻き込んで。爆破された瞬間、軽率だったって反省してる。俺のことなら気にするな、これは仕事だ。すげえ話はねえのかよ。分かった。これは知ってる。シンラを憎む気持ちも分かる。なんと八番街じゃ、うん、駅前のハイウェイが崩れ落ちる大惨事。嘘。軍が出動したけど救助は難航中。しかもさらに崩れる危険性あり。怖え。初めて見て仕入れてきた貴重な情報。この前オールマジョンの男に乱破されてたよな。全然ダメ。何かしなきゃって。バレットたちと揉めなかった？はあ、向こうがどう思ったか知らないけどな。そう、心配だったんだ。クラウドは喧嘩ばかりしてたからね。そうだったかもな。テレビに映ってた8番街、映画みたいだった。ニュース番組もシンラが作ってる。奴らは平気で嘘も垂れ流す。燃えてるのを見たって人がいたわ。じゃあ、あれも嘘だよね。コール止めるの？そっか。ここなの。名前は展望層。部屋は2階ね。この201号室が私の部屋。でも大抵店にいるからここは眠るだけ。何もなくて恥ずかしいくらい。
この202号室が空いてるの。もちろん大家さんにはクラウドのこと話してあるからね。なんて？なんて？ああ、同郷の友達が部屋を探してるってそれだけ。まずかった？いや、いいんだ。そっちは？そこは遅いから明日になったら挨拶しようか。とりあえず寝起きするだけなら大丈夫だよね。必要なものはおいおい。ああ、金が必要なんだ。約束は2000だよな。何でもやクラウドの初仕事だから気持ちよくポーンと払いたいんだけど。500？ 作戦の準備で物入りだったから今アバランチにはお金がないの。でも心配しないで、明日集金すれば確実に払えるから。当てにしていいんだな。集金を手伝ってくれたらね。あれ？あ、これはまた別の依頼になるのか。いや、いい。最初の約束の2000で手を打とう。つまりあと1500だ。助かる。じゃあ明日お店でね。今日はいろいろありがとう。おやすみなさい。203か。おい、大丈夫か？開けるぞ。様子を見るように大家さんから頼まれてるんだ。クラウドもお願いね。ああ。
や、あんたがクラウドだね。私は大家のマーレで、一昨日来たんだって。